八幡の老舗洋菓子店ブルボンの店内には市電が走っていた頃の町の写真が。すごくね、活気ありましたよね。もう市電でみんな移動して、これ乗ってよく学校に行ったよとか、なんかそういうお話聞いただけでとても嬉しくなります。そんなブルボンの看板メニューがこちらのサバランババ。サバランっていうお菓子と、それからババっていうお菓子と出したんですよ。おばあちゃんに来るでしょ、なんか失礼な名前じゃねえのって言うでしょ。それが理由で2つの名前を合体させたサバランババは、洋酒風味のシロップがたっぷり染み込んだ、どこか懐かしい味わいのオリジナルケーキ。いいでしょう。